世界一幸せな記念日ラクコンで。ラクコンのイメージキャラクター鈴木奈々さんです。どうぞ。こんにちは。はい、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。それでは改めて皆さんにご挨拶お願いします。はい、鈴木奈々です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。撮影はいかがでした？いや、やばかった。なんか久しぶりに本当に旦那さん以外の人と、なんだろ う、 こう彼役の方と一緒にこうなんだろう、見つめ合ったりこうギュッとかもしたんですよ、はい、とか腕組んだりして、ちょっとなんか旦那さん以外の人にちょっとキュンとしちゃったっていう。大丈夫ですか？ドキドキしちゃったんですよね。それでも旦那さん一筋ですよね。そうですね、もちろん旦那さんが一番大好きなんですけど、なんか久しぶりに、ね、旦那さん以外の人とこう触れ合ったら、ちょっとその人にもちょっとドキドキしちゃってキュンってしちゃいましたね、でもリアル。で、旦那さんには言ってないでは奈々さんに質問です。はい、お家でお料理はされてますか？料理は最近こう結婚して妻になったので、はい、今すっごい料理苦手なんですけど、少しずつ頑張ってるところですね。まだ全然うまくはなってないですけど。今日はですね、はい、ユーザーさんから3000以上の投稿があった中からですね、はいはい、一品選びまして、はい、豆腐の照り焼きを作っていきたいと思います。お願いします。はい、まずは切ります。まずは切ります。豆腐を切ります。お醤油、はい、そしてお砂糖を入れて、はい、はい、混ぜます。はい、片栗粉をまぶしてこうポン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 、ちょっと払って、ちょっと油をちょっと多めに入れた方がこんがり、はい、焼けます。照り焼きのタレを入れます。じゃないですか、ね、では早速、先ほど参加状ありましたので、はい、できました。はい、では完成です。しかし料理下手くそですね。え、本当ですか？でもね、まだ本当に苦手ですね。まだ今本当に頑張ってるところなので。こんな腰引いて料理する人いないと思う。そう、でもいつもこう腰引けちゃうんですよ。ちょっとなんかビビってる部分もあって、ちょっとでも気合い入れてます本当に。腰引いて、はい、腰引いていつも料理してます。結婚式まだですよね。結婚式はまだなんですよね。まだいろいろ話し合ってるところなんですけど、ハワイか日本のお台場で悩んでるんですね。ハワイかお台場。ハワイかお台場。そう、どっちかで今すごい相談してます。はい。でも年内がその結婚式だとすると、はい、子供を作るのはじゃあもっと後になる。そうですね、結婚式終わってから子供を子作りしようねって話してますね。ちょっとやっぱバタバタしちゃうので、ちょっとちゃんと段階を踏んで結婚式してから子作り。何人ぐらいお子さん欲しいと思ったら。あ、でも昨日旦那さんがいきなりデートしてた時に、俺子供4人ぐらい欲しいんだよねって言われて、で私も嬉しかったんですけど、じゃあね、頑張ろっかっていう話はしましたけどね。はい、でも旦那さんが言ってました、4人欲しいから、なあちゃん頑張ってねって言われて、はい、すごい嬉しかったです。はい、夜の方はすごいラブラブですね一時期いろいろありましたけど、でもまだいろいろ今忙しくて、まだ試合できてないんで。試合ごめんなさい、すみません、はい、いろいろ忙しいので今、うん、そうです、バタバタしてるんで。旦那さんが雑になってきて、雑でも今はラブラブですよ。はい、ラブラブです。え、丁寧。いや、今バタバタしててちょっと試合はできてないじゃないですか。はい、すみません、まだちょっといろいろバタバタしててすみません